プリティシリーズ、プリティリズム、プリティリズムはタカラトミーとシンソフィアが共同開発した日本のアーケードゲーム。また、ゲームを元にしたメディアミックス作品群。略称は公式では主にプリズムが用いられる。また、後継作品であるプリパラ及びキラッとプリちゃんを含めて総称してプリティシリーズと呼称する。 プリティリズムミニスカートは2010年7月15日のシーズン1夏コレクションより稼働開始。テレビアニメの放映開始に合わせて2011年4月に稼働を開始したシーズン4よりプリティリズムオーロラドリームにリニューアルされた。ジャンル上はトレーディングカードアーケードゲームに分類されるが本作ではカードに代わりプラスチック製のジュエリーを模した。 ハート型のアイテムプリズムストーンを使用するのが特徴となっている。2012年4月のシーズン9よりテレビアニメ第2期の放映開始に合わせてプリティリズムディアマイフューチャーへ全面リニューアルされるとともに筐体や関連商品の販売、サポートがタカラトミーから子会社のタカラトミーアーツへ全面的に移管された。稼働開始時から秋元康氏との協力により AKB48 研究生発のアイドルユニット、ミニスカートとのコラボレーションが行われ、シーズン2からシーズン6までは、ミニスカートのメンバー3人が、CG キャラクターとなって登場していた。アイドルユニットミニスカートとは別に、宝富女性社員で構成された、総勢22名のプロモーションユニット、プリティリズム隊も結成。プロモーションとして、各店舗で、 広報活動を行っている。口述の通り、シーズン1の稼働開始時より漫画家、アニメ家、ファッションブランド立ち上げなど広範なメディアミックスが行われている。このうち、ミニスカートの文具は、タカラトミーの競合事業者であるバンダイナムコグループに属するサンスター文具より発売されていたが、ディアマイフューチャーでは、昭和ノートに取り扱いが映っていた。 日本国内でのアーケードゲーム筐体の稼働は2014年5月から6月にかけて原則終了し、以降は後継タイトルのプリパラへ代替わりしているが、全国のプリズムストーン各店舗では2018年現在でも継続して筐体が設置されている。プリパラでは稼働開始から1年ほど、プリティリズム用のプリズムストーンを胴体取る用のプリチケに変換する。 交換書サービスを実施していたが、この交換サービスは2015年7月のバージョンアップを最後に終了した。一方で、メディアミックスは断続的に続いており、2015年3月から2017年1月まで iOS、Android 対応のゲームアプリ、Pretty Rhythm Shake が配信されていた。また、2016年1月にはレインボーライブからのスピンオフとなる。 アニメーション映画、キング・オブ・プリズム・バイ・プリティリスムの上映が開始された。2017年12月10日に開催された、アイドル・タイム・プリパラ・ウィンター・ライブ2017では、プリパラ、アイドル・タイム・プリパラと、クロスオーバー形式の新プロジェクト、プリティ・オール・フレンズが2018年に始動することが、発表された。プロジェクトの詳細発表は2018年1月、下旬の予定。 2021年3月現在はプリズムストーン東京駅店のみで稼働している。シーズン1から3のゲーム開始時点ではプレイヤーキャラクターはリズム1人しか選べなかったが別売のプリズムメモリーパスでプレイ履歴を保存している場合はランクアップに伴いカノンとセレナがスペシャルストーリーで登場し選択可能になる。シーズン2秋コレクションではプレイヤーに ミニスカートキャラクターが登場するプリティリズムミニスカートで遊ぶモードが選択可能になりプリズムストーンのブランドにミニスカートが追加されたミニスカートで遊ぶモードは通常のゲームとルールや操作方法は同じだがステージは今夜デビューミニスカート曲はミニスカートの妖精で固定されているシーズンに稼働中の2010年12月17日に 新ステージ、パウダースノーパークが追加された。シーズン4では、テレビアニメの放映開始に合わせた大幅なリニューアルが実施され、リズムの声優が、伊藤カナエからアニメに合わせて、原さゆりに変更されるとともに、アニメの主人公、アイラが、ゲーム開始時点により選べるプレイヤーキャラクターに、横浜のランドマークプラザに開店した同名の店舗を、モデルとする、プリズムストーンショップが、 新ステージにそれぞれ追加された。リニューアルに伴い副題がミニスカートからオーロラドリームに変更されたが、ミニスカートで遊ぶモードは前シーズンに引き続いて搭載されていた。ゲームシステムではデュオモードが新たに追加され、二人同時プレイが可能になった。また、ゲーム終了後に他のプレイヤーのコーディネートが表示され、3種類の中で一番気にいったコーディネートのプレイヤーに、 ファンレターを送るオシャレ投票システムが追加された。プレイヤーがプリズムメモリーパスを持っている場合はファンレターをもらうとポイントが加算され通常のランクとは別のオシャレランクがアップしていく。シーズン4稼働中の2011年7月16日に新ステージサンセットビーチが追加された。シーズン5ではシーズン2から4のミニスカートに変わり新たに サプライズがプリズムストーンのブランドに追加されている。また、プリズムストーン理ンおすすめコーデのモデルがシーズン4までのリズムからアイラに変更された。なお、シーズン8のロニブランドは、リズム、マースブランドは、リズム、アイラ、ミヨンが、それぞれの衣装のモデルを務めている。シーズン4までは、コピーライト、トミー、シンセフィアと記されていた。 プリズムストーンの著作権表記もシーズン5以降はコピーライト TSTXPRA に変更された。シーズン7では大幅なバージョンの更新が実施されミニスカートモードが廃止されるとともにゲーム開始時点より選べるプレイヤーキャラクターとしてミオンが追加された。またダンスゲームの譜面が調整変更されるとともに新たなアクションとしてサプライズジャンプ 新たなランクとしてメダルがそれぞれ追加されている。2012年4月26日稼働開始のシーズン9よりテレビアニメ第2期の放映開始に合わせた大幅なリニューアルが実施され追加キャラクターとしてプライズミーノミア、カリン、アヤミが登場した。また5月にはレーナ、6月にはマースプリズムスターで遊ぶにナメがそれぞれ中途追加された。 新ステージとしてプリズムフューチャーアリーナが追加された。システム面では新アクションプリズムアクトが導入されるとともにシーズン4以降のファンレター機能の名称がファンコールに変更されプリズム賞前にあった4コマ漫画風のストーリーパートが廃止された。プリズムストーンリメンおすすめコーデのモデルはシーズン9までアイラでシーズン10からミアに変更された。 他に普段そのアイテムを着用しているキャラクターがモデルを務めることがあり、シーズン9のスターブランドのうちそれぞれの衣装をリズム、アイラ、ミオン、クールブランドをメガネシーズン10のスターブランドの一部とクールブランドをヘイン、スターブランドの一部をレーナ、ラブリーブランドの一部をアイラが務めている。シーズン9以降プリズムストームの著作権表記がコピーライト T2A、 s, s tx, prd に変更された。シーズン9稼働中の2012年6月15日より、モバイルクラブ会員が QR コードを読み取った際にコーデが自動登録されるウェブファッションショーがプレオープンした。7月19日稼働開始のシーズン10より、シーズン9のプライズミーに続いて、プユレティのヘインとシユンが登場。8月11日からは、ソミン。 チェギョン・ジェウンが追加された。また、シーズン10より、新たにゲーム内で特定条件を満たすとギフトが追加されていくプリズムコレクションページ機能とスマートポットタッチとの連動機能が搭載された。テレビアニメ第3期の放映開始に合わせ、2013年4月18日リニューアルを実施。ナンバリングがセッション01からリセットされ、プレイヤーキャラクターとしてなる、アン。 6月6日より、糸が追加、セッション02からはべる、音は、若菜の順で、毎月一人ずつ追加された。また期間限定で、リンネ、ジュネでもプレイできる。キャラクター選択画面はそれぞれ、レインボーライブスターズで遊ぶ、ディアマイフューチャースターズで遊ぶ、オーロラドリームスターズで遊ぶとして、再編成された。新ステージとして、プリズムライブスタジアムが追加。 ゲーム難易度に一部変更があり、すごく難しいモードが廃止され、ノリノリ、モードと同じくおて、ほんのない、簡単ノリノリモードが追加された。セッション03での変更については後述する。プリズムストーンゲーム画面、システム面で大きな変更があった。プリティリズムレインボーライブデオ2013年10月3日、稼働開始のセッション03から、タイトルが、 プリティリズムレインボーライブデュオに改められ、デュオモードにもプリズムライブが導入されるなど大幅な変更があった。ソロモードと同じくプリズムジャンプの再編成があり、1回目は青ボタン側、2回目は赤ボタン側のコーディネートにセットされたトップスのブランド、3回目はプリズムメモリーパスのランク、4回目は青ボタン側が選択したキャラクターの ブランド属性によって決まる。ペアとも育成の新要素、ペアともフレンドポイントはデュオモードでしか貯められない。ペアともフレンドポイントを貯めることでセブンスジャンプがさらに進化する。また、デュオモードでも QR コードが表示されるようにナリウェブファッションショーに対応した。ソロモードデュオモードともにリズムゲームにも大きな変更があり2回目と4回目のダンスパートはこれまで 時計のような形をしていた譜面から針がなくなり、周囲をハート型のカーソルが回る形式に変更。1回目と3回目のダンスパートを新たに追加されたラインタイプの譜面で左右から流れてくる赤と青のハートが中心で重なった際にボタンを押す。ゲーム難易度から、お手、本なしで練習モードとセッション01で追加された簡単ノリノリモードが廃止され、 すごく難しいモードが復活した。プリズムライブの上限が10連続となり、連続ジャンプの成功、失敗に関わらず、最後にレインボーフィニッシュが飛べるようになった。2014年4月17日稼働開始の最終バージョン、セッションで英語まで行われたナンバリングは実施されていない。ゲームシステムは、プリティリズムレインボーライブデュオから大きな変更はないが、 プリズムストーンのコーデに前期まで存在していなかったフルコーデが追加された。本バージョンで全国稼働していたアーケードゲームシリーズは収束。後継作であるプリパラが2014年7月10日稼働開始することで引き継がれた。1プレイは100円でコインを投入するとプリズムストーンが1個出てくる。シーズン4から追加されたデュオモードは200円で プリズムストーンは2個出てくる。デュオモードでのプリズムショーは1人が赤のボタン、もう1人が青のボタンでプレイする。コインを投入してゲームを開始した後、ソロモードデュオモード、プリズムメモリーパス仕様のウムを選択した後にプリズムストーンを受け取り、キャラクターステージ、難易度を選択する。メニュー画面の操作は左右にある赤と青のボタンと中央にある プリズムストーンのスキャンテーブルも兼ねたターンテーブルで行う。プリズムショーでは赤と青のボタンのみ使用する。また、タイトル画面でコインを投入せずに青ボタンを押すと通常のプレイ時にはプリズムショーの後で表示されるプリティーマガジンで他のプレイヤーのコーディネートを無料で鑑賞することができる。制限時間内に気に入ったページでボタンを押すと 通常のプレイ時と同様に自分の気に入ったコーディネートにファンコールを送ることが可能で、プリズムメモリーパス使用時にはファンコール送信ボーナスポイントが付与される。シーズン10より追加されたプリズムコレクションページでは指定のキャラクターやコーデ、完璧ジャンプの成功回数などの特定条件を満たすとギフトが追加されていき、ギフトの追加ごとに充填されるパフュームボトルが 満杯になるたびにプリズムアクトが変化した。新しいページが毎月2ページずつ追加されていたが、セッション01から新規追加がなくなり、プリズムアクトに関する項目が削除された。ハート型の宝石アイテム。スキャン面には、プリズムストーンの番号、アイテム名、アイテム画像、カテゴリーマーク、レアリティと同一シーズンの同一ブランドなどで揃えた。 おすすめコーデが印刷されている。模様が入ったレアストーンは番号の末尾にマークが記載されている。シーズン5、シーズン8の番号に R のついたレアストーンは過去シーズンのアイテムを復刻したもの。ノーマルストーンとレアストーンで全く同じアイテムも存在する。ゲーム開始時に流行アイテムとしてアイテムのカテゴリーが2種類表示され指定されたアイテムを使用すると コーディネートポイントが加算される。流行アイテムは週替わりで、表示されるアイテムは筐体ごとに異なる。シーズン13までは流行アイテムにアイテムブランドが含まれていた。ブランドカテゴリーコーディネートアイテムのパーツ。スキャンテーブルには最大5個のプリズムストーンをセットできるが、アレンジを除いて同じカテゴリーのプリズムストーンは同時に使用することができない。 レインボーライブスターズで遊ぶディア・マイ・フューチャー・スターズで遊ぶオーロラドリームスターズで遊ぶミニスカートで遊ぶ手持ちのプリズムストームをスキャンテーブルに乗せてコーデ作成を行いお知らせを挟んでプリズムショーに挑戦するコーディネート完了時のフレーズはシーズン3までプリズムチェンジであったがシーズン4によりプリティリメイクに変更された音楽ゲームのパート 円周を移動するハート型の枠が赤、青の2つのボタンに対応した色のカーソルと重なった瞬間にボタンを押し、カーソルが曲線を描いている場合は同じ色のボタンを押し続ける。ジャンプは赤、青の2つのハートが中央で重なった瞬間に2つのボタンを同時に押すと発動するが、ジャンプの種類によってはボタン連打や同時押しの連続アクションが求められる場合がある。 完璧ジャンプかサプライズジャンプを1回以上成功させることでプリズムライブに挑戦できる。プリズムショー終了後ゲームとコーディネートのポイントを合計した最終得点とランキングが発表される。プリズムメモリーパスを持っている場合ポイントが加算され、さらにモバイルサイトに登録している場合は全国ランキングやモバイルクラブ大会にも参加できる。ステージ BGM は ゲーム開始時点ではインストゥルメンタルだがプリズムメモリーパスを使用して一定条件を満たすとボーカルが追加される。ボーカルが追加されたステージにはステージ選択時に歌と書かれたアイコンが表示される。バージョンの更新とは関係なくシーズン稼働の途中でも季節に合わせた新ステージが追加される場合がある。またレインボーライブで追加されたプリズムライブツアーを勝ち抜くと 次のセッションで追加される BGM が先行開放される。ナムイドプリズムスターのランクとオシャレランクの2種類が存在し、それぞれゲームスコアとファンコールの累計に応じてランクアップする。ランクの記録には別売のプリズムメモリーパスが必須。1店舗のみで開催などの小規模なキャンペーン、大会は割愛。また、アニメに関するものは、 プリティーリズムオーロラドリームイベントキャンペーンを参照。モバイルクラブ会員限定の大会。参加条件を満たした上で、プレイ終了後に表示される QR コードを読み取ると、エントリー完了となる。なおデュオモードでは、QR コードが表示されないため、すべてソロモード大会である。入賞者に送信されるメールに、商品の発送先を記入して返信し、商品を受け取る。 エントリー方法は、モバイルクラブ大会と同じだが、スコアは考慮されず、コーディネートが審査される。審査は、ウェブファッション賞担当者が行う。なお、スプラウト、コーデコンテスト以降は、ピンクペンギンの桃が主催し、審査に加わっている。漫画家作品は、複数存在する。最初に連載が開始されたのは、浅吹真理作の漫画で、集営者。 リボンにおいて2010年8月号から2012年6月号まで連載された。合わせて2011年度はアニメ第一期の放送開始に伴い、リボンの競合誌である小学区間のチャオでも、藤野美里夫の作画によりアニメ版の設定をベースにした漫画連載が実施された。この2作のほか、立花、マミの作画により、プッチ組で金木しおりの作画により、 小学1年生で、それぞれ2011年度よりアニメ第1期、第2期の設定に準拠した漫画の連載が行われている。アニメは2011年4月より、テレビ東京計画局と BS ジャパンで放送された。2011年からゲームアニメと連動したファッションブランド、プリズムストーンと同盟のアパレルキャラクターグッズ専門店を立ち上げており、2012年からは、 姉妹ブランド、ディアークラウンも登場している。プリズムストーンのブランド及び店舗は2014年以降、プリパラに継承されているが、店舗では引き続き、プリティリズム関連の商品も、プリズムオールスターとして取り扱っている。ジョジム系作品は、多くの場合、小学館か講談社のどちらかの陣営に対して、独占的にコンテンツ提供されるが、 プリティリズムでは漫画家作品こそゲームの稼働開始と同時期に集営者のリボンで開始され限定キャンペーンなどでは一橋グループが優先される傾向が見られたものの独占コンテンツとしては扱われずゲームの情報は講談者のお友達にも2011年4月号まで掲載されていた二千十一年一月にアニメ第一期の制作が発表されて以降は 小学館が第1期の制作委員会に出資していた関係で、同社の茶を小学1年生、プッチ組でも漫画連載が開始され、一橋グループの純読戦コンテンツ的な傾向が強まっていたが、第2期では小学館が制作委員会に出資せず、漫画連載もプッチ組、小学1年生は継続するものの、茶おでのダイアップは一期をもって打ち切りとなった。 このほか、ゲームのバージョン更新に合わせて発売される、プリズムスタイルブックは、エンターブレインから刊行されていたり、限定キャンペーンで、アスキーメディアワークスのキャラパフェが、リボン、チャオと合わせて、対象とされるなど角川のブランド各社もゲームの、稼働開始時より深く関わっている。映像、音楽ソフトは、エーベックスエンタテインメントなど、エーベックスグループより発売されているが、 ミニスカート時代の BGM をはじめ CD 化されていない音源も多数存在する。エンターブレイン発行、角川グループパブリッシング発売。シーズン4.9のスタイルブックは未発売。小学館発売のプッチグ組増刊号。シール絵本などは除く。アニメの関連書籍は、プリティリズムオーロラドリームコミックス関連書籍を参照。アニメの DVD は、 プリティリズムオーロラドリーム DVD BD を参照。ありがとうございます。